ゲルト・アルブレヒトはドイツの指揮者。チェコフィルハーモニーの主席指揮者としては外国人として初の就任であったが様々な圧力によりわずか3年で辞任することとなった。客演指揮者として時折復帰していた。2014年2月2日、ベルリン市内の自宅にて死去。78歳没。常々。 ベートーベンを頻繁に演奏するようなことはあってはならないと主張しており、近代、現代音楽、あるいは演奏機会の少ない曲を積極的に取り上げる傾向が強い。また、オペラ経験が長く、合唱を伴う曲では立体的に響かせるなど強みを発揮する。四季法は徹底した上げ打点を用いている。 1982年2月 NHK 公共楽団の昇平により初来日。1997年12月に読売日本公共楽団と初共演。翌1998年4月に同団の第7代常任指揮者に就任。在任期間中は現代音楽やオペラに積極的に取り組み、日本人若手作曲会食シリーズを開始したほか、 グルリットの歌劇、ボチェックの日本初演、ヘンツェの歌劇、午後の栄光の世界初演、ヤナーチェクの歌劇、運命の日本初演、同段、創立40周年記念公演として、ワーグナーの舞台新生祝典劇、パルジファル及び学劇、ワルキューレ大ヒトマクトを、新基軸の公演を、次々と行い、グルリット、ボチェック公演では2000年度文化庁芸術祭、優秀賞を受賞した、 また2000年と2003年にヨーロッパ演奏旅行を実施したほか、オクタビアレコードへベートーベンとブラームスの公共曲全集をセッション録音した。2007年3月に3期9年の任期を満了して、読売日本公共楽団の常任指揮者を退任し、同団から警官指揮者の称号を授与された。その後も同団とは2008年7月、 2011年2月、2012年6月に共演した。ありがとうございます。